そうは親子とは関係のない、まあ、人つながりのないカワウソで、あの複数頭いたらさすがに手であげないといけないんですけど、あの服はもう1頭だけなので先にちょっとね手で投げて与えてしまってますが、はい、ご了承ください。ではこちら1時30分になりましたので、ただいまからコスメカワウソの食事タイム開始させていただきます。本日は私阿部が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。阿部さん、見て、で早速餌をあげていきまして、食べる姿とかもですね、皆さんもお写真なんか撮られると思うんですけども、あの写真や、例えばね、あのスマホなんか撮ってまして、ちょっと下に落とされますと、まあ、スタッフが回収するより先にですね、カワウソが回収しちゃいまして、水の中にドボンと入ってしまいます。そうなるとね、貴重品あの壊れてしまうことありますので、絶対に中に落としたりだけはしないように皆様ご注意願います。それでは早速、カワウソたちも待っていますので、順番にこちら手渡しでお魚あげていきます。よく見えないんだよ。おはい、上手に、ね、今受け取ってくれました。こちら今餌を食べているカワウソたちですけども、名前をですね、コツメカワウソと言います。で、東南アジアの湖や川に生息しているイタチ科の動物です。よくあのペットショップなどでペレットもね、あの見かけることがあるかもしれませんが、あちらもこちらのカワウソと同じイタチの仲間です。で、全国の動物園、水族館でカワウソは飼育されているんですが、飼育頭数は最も多い種類のカワウソでもありまして、はい、今こちらのね、子供のカワウソがすごいふにゃちんな感じでちょっと頑張って立ってくれているんですけども、はい、まだこちらのカワウソ、尻尾の長さを含めましても体の大きさ60センチから90センチとですね、1メートルに満たない体つきをしていまして、カワウソの中だと世界最小のカワウソとして見られています、はい、ちなみに逆に世界最大のカワウソって何なのって話になってくるんですけど、まあ、世界最大のカワウソで尻尾の長さも含めたら約 1.8 メートルになるカワウソ実はいまして、はい、まあ、名前をオオカワウソというね、カワウソが実は存在します。はい、まあ、よく暗い夜道とかね、さすがにね、それくらい大きなカワウソ目の前に出てきたらちょっと怖いと思うんですけども、まあ、それだけ巨大なね、カワウソもいるんだよということを皆様ね。